拍手でお迎えください。北村直史さんです。皆さんこんにちは、北村直史と申します。こんな広い会場でここ何回かバスケット見に来たんですけど、全体縁がないだろうなって思いましたが、今日は宝くじに当たったような気分で、頑張ります。いつの頃だろう、風が吹いてた、たった一つの歌で花は開いた。いつの頃だろう、歌を忘れて夢一つ語ることない、人が泣いてた。ギターを弾いて空に歌えば、懐かしい人の顔が浮かんでは消えていく。お金も欲しい暇も欲しいけど、それよりも大事なものだから生きてる。友達100人できたらいいな。子供たちの歌声は今も昔も、ずっと好きだった、ずっと信じてた、ずっとずっと好きだった、でも別れた。今なんとなく振り返るとき、すっかり忘れてしまったこの日の恋。ギターを弾いて空に歌えば、懐かしい人の顔が浮かんでは消えてゆく。100年前に僕はいなかった。100年後も僕はここにいないだろう。どんな映画でも、どんなドラマも、そんなもんじゃ語れない人の人生。ギターを弾いて空に歌えば、懐かしい人の顔が浮かんでは消えてゆく。ギターを弾いて空に歌えば、青春の熱い風が心から吹いてくる。
はい、改めましてこんにちは、北村直史と言います。ありがとうございます。1曲目聴いていただいた曲は、ギターを弾いてという、僕が、やってます、FM 坂のラジオ番組ジュークボックスあの日の忘れ物という番組やってるんですけど、この番組のオープニングテーマとして、いつもかけている曲です。聴いたことあった ラジオ聴いてる方いらっしゃいますか？よかったら、あ、本当本当、ありがとうございます。こんなに嬉しいです。それではですね、次の曲いきます。今日はどんどん曲いきます。旅の途中で、旅の途中で出会った君は青く深い海の瞳、初めて恋を知ったあの日の懐かしく切ない風、行くは手もなく風に任せ転がるように眠るようにたどり着いた異国の街で、今の自分を捨ててしまおう。空に鳥が円を描く、どこまで続くこの寂しさは、砂漠のように乾き散った心を売る市場を探す。どうして僕はこんな道を歩いてるのか、手にした地図は行き先さえも乗ってない。旅の途中で出会った君は青く深い海の瞳、初めて恋を知ったあの日の懐かしく切ない風、疲れた体は何を求める、石畳を照らす月よ、愛した人は今はどこでどんな空を見てるだろうか、見知らぬ誰か寄り添うように話しかける。どうして僕は古い手紙を捨てられない、旅の途中で出会った歌はどこか寂しい響きをして、儚く夢が消えた夜の青白く綺麗な空、星屑が降る草原に立ち祈る夜に待ち続ける、愛した人がこのまま静かに思い出に変わるように、
旅の途中で出会った風は遠い記憶流してゆく。君の写真をそばに壊して、明日の朝帰ろう。はい、旅の途中で聴いていただきました、もう次がお別れの曲です。次は、そうですね、青空という歌を歌います。いろんな、この歌は、子供たちに、捧げるメッセージソングです。今いろんなことが、嫌なこともいっぱいありますが、子供が生まれたその真っ白いそのまんまで育ってほしいという、そういう歌です。青空、世界中の君たちへ。君が地球に生まれてきた時、世界のすべてが微笑んでいた。それは誰でも訪れる明日、光にあふれた君の明日。果てしない青空、翼を広げて飛び立てるように穏やかに渡るような風が吹く。揺れる緑の上な騒ぎ、命慈しんで喜んでいる。ずっと続くこの未来を、君はこれから開いてゆく。見守る青空、ただ健やかなれと祈りに満ちたこの暖かな空。続け会うこと、死に会うこと、悲しいことだってわかるなら、愛する勇気、許し合う気持ち、大切な柔らかな心だね。
ありがとうございました。